はい、ネイルドットコムです。こちらちょっとね、ずいぶん遅くなってしまったんですけれども、今日はね、こちらのピールオフジェル、実際に爪に塗ってどんな感じなのかやっていきたいと思います。はい、ということでですね、ペロリンのスーパーとイージーなんですけど、セリアのピールオフジェルが結構ね、なんかピールオフ感があんまりなくてやばかったので、ちょっとこれはね、気をつけてやっていきたいなと思うんですけれども、まずは商品説明欄にある内容から見ていきますと、こちらのペロリンのイージータイプですね、こちらは健康爪におすすめ、爪との密着が強く、カラー層から分離してベースが残りやすいタイプということになっています。カラーだけこう変えてベースだけ残るっていうことで、ベース層だけ1層残して多分やることができるイージータイプで、こちらのペロリンのスーパータイプ、これはサンディングした爪など、痛みがある爪、カラージェルと密着が強く、カラーと一緒に剥がれやすいものというふうに書いてあります。これが、ハードタイプで、これがソフトタイプみたいな感じで、今までのジェルでいうと考えてあげればいいのかなと思うんですけれども、これはベースジェルが残るもの、これはカラージェルと一緒にベースジェルが剥がれるものっていう感じになっています。こっちは、フィルインみたいに伸びた部分だけまたベースを乗せてあげて使うことができるもので、こっちはカラージェルと一緒にベースジェルが剥がれるので、どちらもこう一気にペロンって剥くことができるタイプのものなのではないのかなと思います。今日はですね、ここ3本ですね、ネイルを落としてあります。なので、中指と薬指、ここの2本を使って、試していきたいなというふうに思います。まずはネイルプレップを使って爪の表面の水分と油分を拭き取ります。テクスチャーは、かなりもたっとしてるテクスチャーですね。かなりもたーんとしております。ここ、次はこちらのスーパータイプのテクスチャー、こっちの方が重いかも。かなり重たい感じのテクスチャーですね。これ本当にベースっていうぐらい結構重ためになっています。スーパーの方が割と重たい感じがしました。まずは中指にイージータイプ塗っていきたいと思います。テクスチャーがめちゃめちゃ重たいので、かなりしっかりとしごいて薄くのせます。コツというか、綺麗に塗るには割とこう根元はこうちょっとこう微妙に揺れながら押していく感じでやってあげると決めやすいかなっていうね、こう皮膚につきにくく根元は塗ることができるかなと思います。でこのサイドのラインも割と自分ででもちょっと攻めたいじゃないですか。そういう時はこう片方の手で押さえて落としてあげてこう塗っていく。でこの時はジェルめちゃめちゃ少なく、こうなんか表面にあるジェルでちょっと動かすぐらいの感じの方がいいと思います。じゃないとここにもたって乗っちゃうと、上から爪を見た時に横のフォルムボコって太りやすいので、そうするとね、なんかめちゃめちゃ汚く見えがちなので、ちょっとそこだけ注意して乗せてあげるとめちゃめちゃ綺麗にベースが塗れると思います。で全体こんな感じでちょっと慣らしてあげて、したらライトに入れて硬化します。秒数については書いてなかったので、とりあえず30秒硬化しました。次はこっちのスーパータイプを薬指に塗っていきます。スーパーの方がかなりね、こう固めのテクスチャーになっているので、割としっかりとちょっとしごいて落とします。そしたら根元よりもちょっと上で、ここからこうちょっとこう根元にこうずれていく、で先端に鳴らす。ここに結構溜まりやすいので、溜まってるのは必ずこう横から見て
先端に流してあげるようにした方がいいと思います。はい、こんな感じで塗ることができたら30秒硬化します。そしたらこちらのセリアから出ているマゼンタカラーですね、こちらを2度塗りしていきます。カラージェル2度塗りができました。こう見てもらうとかなり縮みもないことがわかるかなと思います。全く縮みとかはなくて高画熱も全くないし、この上にのせるカラージェルもかなり塗りやすかったです。最後はこちらのノンワイプトップジェルですね、6番のもの、こちらを使って仕上げていきます。トップジェルまで仕上げてこんな感じですね。せっかくこんなに綺麗に塗れているのにもったいないところではございますが、落としていきたいと思います。オフは、いつも通りちょっとねこれを使って外します。ね、待って、すごいかも、見えますかね、めっちゃ簡単になんかふにょって入った。でこっち側は、イージータイプということでベースジェルが一層残るタイプのものですね。で、ちょっとこう片方だけでもちょっと端っこをねこう全体的にこう浮かせて、はい、こんな感じかな。ではなんかすごいなんだろう、ベタベタしてる。まあ確かに残ってはいる。多分最後に拭き取ればこういう嫌な感じはしないと思うんですけど、ちょっとなんかベタベタする感じ。この分かりますかね、この表面にちょこっとだけこう残っているこういうペタペタするこれ、ちょっと除光液で拭き取ります。一生ペタペタするんだけど待って待って、どういうこと。ちょっと最後にちょっと多分ファイルしなきゃダメかも。多分気にならない人は気にならないと思うんですけど、結構ねこうなんだろうな、ペタペタが残ってる感じがあります。で、次はスーパータイプなので、スーパータイプはもうペロンと剥がれるタイプになっているはず。あ、でも全然あのセリアのライトで硬化するピールオフと比べるとめちゃめちゃこう剥がしやすいですね。やっぱスーパーの方がこう入りやすい、すごく。これもここに一層残ってますね、ベース層というか。なんか粘着性のあるものだけがこう爪の表面に残ってる感じがあります。これはもうちょっと除光液をこう染み込ませて、なんか除光液でやってもなんかそこまでこうなんだろうな、しっかりなんかこうベタベタがなくなるっていうのが割と遠いかも。あ、やっとなくなった。
あ、やっとなくなりました。完全に割となんかこうしっかりとこう落としてあげないと結構ねこうベタベタが残ってる感じがありました。かなりねこう取れるのも早いし、まあ、表面も全く傷つくこともなく薄くなることもなく無理に剥がしてるなっていう感じも一切ない感じで取ることができました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ご紹介したこちらのペロリンのイージーとスーパーなんですけれども、ま、なんかどっちもベタベタは残るし私的には何がどう違うのか正直よく分からなかったなっていう感じなんですけれども、このスーパーの方がベタベタ感はそんなに爪表面に残っていなかったかなというふうに思います。かなりこうドロッとした感じの粘土になっているのでベースジェルとして少しこう薄付きでっていうことが難しいものにはなっているんですけれども、フォルムを整えながら塗っていったりだとかそういったことを考えるとまあ割といい商品なんじゃないのかなというふうに思いました。どちらかというとねこう結構ベティジェルさんみたいな感じの使用感というかテクスチャーだったので私的にはかなり使い慣れてる感じでどちらも使いやすいなと思います。これからねフットネイルの季節になると思うんですけども、フットネイルってオフするのめんどくさいじゃないですか。なのでフットネイルはこういうペロリンとかベティジェルさんのピールオフみたいな剥がせるタイプのジェル使ってあげるとオフしなくてもペロンと剥がせるので、私はね割とフットでよくこういうピールオフタイプ気に入って使わせていただいてるのでこちらのペロリンもね使っていきたいなというふうに思います。持ちがメーカーさんの方から1週間というふうに出ていたので長期的なお休みの期間だけネイルをしたいっていう方にはペロリンかなりおすすめできる商品なんじゃないのかなというふうに思います。本日使用させていただきました商品概要欄にリンク貼っておきますのでそちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。